などが必要になっても、住み慣れた地域や家庭で安心して快適に自分らしい生活を送りたいと思うのはみんなの願いです。高齢社会といわれる今日、そうした願いを実現していくために在宅介護のサポート体制の充実が急がれています。そこで今回は中央区の高齢者の在宅介護を支える取り組みとその現状をご紹介しましょう。社会福祉協議会が実施している虹のサービスでは、簡単な援助があれば自宅での生活が可能な高齢者を対象に、掃除や洗濯、買い物や外出の付き添いなどといった自立を助ける日常の家事援助のサービスを行っています。かわいいお天気でしたもんね。あったかくて ね、お散歩行きましょうね。カニゴだからほら、ジェロカガーデン、クリスマスツリーが来たもんね。私はね、ちょっと郵便局のところで転びましてね、それで膝痛めたんです。それで歩行困難になりましてね、それで前はおばあさんが普通に歩けた時は良かったんですけどもね、もう今歩行困難になったんで、私が車椅子を押して連れていくってことは無理なんですよね。それで虹の会の方へお願いして、車椅子で散歩に連れて行く方って言ってお願いしたわけなんです。うちにいたらもう部屋の中でね、全然見るものも同じですからね、だから外へ連れてっていただけるのはね、もう本当にありがたいと思ってますよ。サービスの提供時間は原則として午前9時から午後5時までです。虹のサービスの仕組みは、援助を必要とする利用会員と18歳以上でサービス提供の意思を持った協力会員と社会福祉協議会がコーディネートして、利用会員に有料でサービスを提供します。おばあちゃんは毎週火曜日、車椅子の外出に2時間付き添いのサービスを受けています。毎回驚かなくていいよね。なんで協力会員には謝礼金が支払われますが、将来自分や家族がサービスを利用するために積み立てておくこともできます。私の親が新宿に住んでおりまして、やはりご近所の方にとてもお世話になってたんですね、うん、もう長年住んでましたので、とてもやはり地域の中で生活してるっていう、そういう感じがありまして、私もずっと遠くに住んでおりましたので、そんなにしょっちゅう行けなかったので、やっぱり自分が住んでる地域で何か自分の親にする代わりに何かやりたいなって思ったのがきっかけだったんです。一番こういう活動してて一番思うのは、私自身の老後のことを考えます。ですので私がこうしてほしいなと思うことを今自分がやろうと思っています、はい、いつもやはり自分の老後ということを感じてこういう活動をやっています。こちらでは協力会員の神保さんが毎週一度掃除を中心として衣類の繕いなど1時間の家事サービスを提供しています。神保さんはこのほか食事作りや銭湯への付き添いなども行っています。まあ実は明日は我が身かなと思いつつやってんですが、私今66歳ですから、間もなくお世話になっていただく側になりそうなんですよね。もう心我慢に少しずつできます。この表は最近1ヶ月間のサービス内容ベスト5の各件数です。話し相手や掃除のサービスが増えています。
毎週木曜日、シニアセンター2階の調理室は、楽しい雰囲気と美味しい匂いに包まれます。ここで活動しているのは、一人暮らしの高齢者に給食のサービスを提供するボランティアの皆さんです。中央区では、昭和60年から週1回の給食サービスを実施してきましたが、平成9年7月からは週2回に回数を増やしました。対象となる方は、ご覧の条件を満たしている方々です。現在、ボランティアの協力員と専門業者で、毎回300人前後のお年寄りに昼の食事を届けています。私3元です。はい、で私ね、その味噌汁が好きなんです。それだからね、あのない日はね、近所の人に配ってます。個人で作って、個人で作ってこれがね、家族が大勢でしたからね、あの小さいことできないんですよ。何でも大きなことを構えちゃうんですね。そうすると自分で食べきれないから、近所に配らなきゃしょうがなくなっちゃう。この事業は、食事作りにお困りのお年寄りにバランスの取れた食事を提供することと、自宅を訪問することで一人暮らしのお年寄りの安全を確認することの2つの目的があります。こんにちは。家庭の味をそのままお宅への心遣いと、地域の協力員ならではの温かい対応が好評です。そうなんですよ。でもなんか香りがね、すごく今日はいいので、安心しました。お年寄りに合わせた美味しい食事とともに、温かい心も届けるのが皆さんのモットーです。体の動く限りはね、あの自分でしたものを人さんに持ってってあげて喜ばれるって、それが最高の幸せなんですね。皆さんと楽しく、まあ、作るときは楽しくして、またあのお配りするときはその方とこう少しでも親しみ持てればいいなっていう感じです。ですから外で会っても、まあ、お元気ですかとか、こうお弁当持っていくだけじゃなしに、そういうふうにこうつながり、人との出会いと今度つながりをね、大切にしていければと思って、そういうことを自分の中でちょっと頭の中に入れてやっております。お料理のことも覚えたけれども、なんかもっと広い意味でこう人生が豊かになったというんでしょうかね、大きく言えば。そんな気がしますね。平成9年度から介護サービスを中心に、祝祭日や年末年始も含む365日、また深夜早朝にも訪問する24時間巡回型ホームヘルスサービスがスタートしました。対応してくださいということで、写真用紙もついて対応しています。しばらく待ってで、開けるとかなりの量対応出てました。だから娘さんも安心してよかったっていうふうにおっしゃってました。早朝の巡回です。ヘルパーさんは昼間は一人で、午後9時以降は2人で巡回します。一人にかける時間は1回に15分程度ですが、24時間最高5回まで巡回します。現在20世帯がこのサービスを利用しています。排泄援助が主ですね。あのおむつを交換したり、あとは配膳とか着替えなどのお手伝いです。利用者さんと家族の方のそれぞれのペースってありますよね。生活していく上でのペース、そのペースを少しでも崩さないように、私たちがすんなり入れるような努力っていうかはすごく気をつけているようにし
しているんですね。家族がやりやすいようなやり方を私たちも一緒に行っていくっていうこともすごく気をつけています。利用者の方々が在宅に入れる喜びっていうか、そういうのを見てるだけでは、ああよかった、家に入れるって素晴らしいなっていうのは。24時間巡回型ホームヘルプサービスは、一人暮らしのお年寄りや介護する家族の負担を軽くすることを目的にしています。特に深夜の介護は家族も安心してゆっくり休むことができると大変喜ばれています。この時間帯はちょうど夕食時になるんで、夕食されるために車椅子に移動される方が多いので、おむつ交換後に車椅子に移動して、あとは家族の方が夕食の準備をして食事会場をするという感じで、あと8時45分から夜の巡回に入ります。在宅介護の取り組みをご覧いただきましたが、こちら在宅介護支援センターは地域の中の身近な介護相談窓口として、利用者にふさわしい介護プランを提供するとともに、介護をしている家族の支援に力を入れています。一つは介護機器の展示をしていると、それからそれの使い方のご紹介とか、実際の介護の方法を教えをする、それからあといろんな中央区内にあるサービスがあるんですけれども、それらのご紹介をすること、それからそれらの申請をするという手続きが、どうしてもいろんな事務手続きがあるんですが、それをわざわざ本庁に出向かずともここで、済ますことができる書類を何部かはお預かりをしているので、こちらに出向いていただければ区の方への橋渡しをさせていただくと、あと具体的な今すぐ何かをお困りではないけれども、こう将来のためにいろいろ知識を備えておかれたいとい こう予防的な部分に対しても対応することができる、あと個別的に対応することができる、そのあたりを主な仕事にしています。中央区の高齢者比率は現在およそ 17% です。これからの高齢社会を豊かなものにしていくためには、住み慣れた地域や自宅でそこに暮らす人たちと共に支え合って生きることが求められています。